の4人だけっていうのはないよね、はい、初めてじゃないですかね、うん、じゃあエンジンかけますよ、はい、行きましょう、はい、出発。見えてきた、緑が多くなってました。いやコンクリートジャングルからやっぱり脱出したな。山登りとかみたいにこうどっか目的地があってっていうよりは拠点作りにもうずっと一日中こうかけながら、道具が少なくなる分作業効率が悪くなったりなんかこうかかる時間も増えるんですけど、それをこうわざわざ楽しむみたいな、なんかそれがなんか普通のキャンプとはちょっと違うところなのかなっていう感じしますけども。基本的にあの枯れ木しか使わないんで、あの立ってるやつを切って作ったりはしないんで、立ち木の乾いてるやつは薪にもなるから。これはあの火起こしの弓を作ってるんですね。そうですね、なんか お楽しみみたいなね、その過程もね、本来はそれも。でも焚き火もいいですよね。焚き火もいいですよね。焚き火のないブッシュクラフトはありえない、うんうん、できれば直火でね、うん、それでなんかうまいもん食べたりとか、その周りでなんか話したりとか、なんか一番主役なんじゃないですかね。でもなんかね、いや意外にもういけてると思うよ。もう終了だね。ね、アルデンテよ。いや終了です。でブッシュクラフトってなんかやっぱりこう自然っていうものにこう命を支えられてるっていうのを直接的に感じられる遊びだと思うので、なんかそういう遊びをする人が増えると、なんか自然とのこう付き合い方みたいなのがなんかもっと変わってくるのかなみたいな。はい、よっしゃ、じゃあ皆さんお疲れ様でした。乾杯。乾杯。はい、どうもどうもどうも。いやでも面白かったね。いや2日間楽しかった。いやここまで暑い時にもうやったことあるの？ないぐらい、うん、きついというか大変でした。想像以上な。結構大変。まあいい経験ですよね。これも楽しかったですよ。あ、もう純粋に楽しかった。今日あのこんな4人で、しかも結構初めてぐらいの、こんなに手分けしていろんな作業っていうか協力し合って何かを行うっていうのをすごく感じれて、うん、なんか楽しかったですよね、うん、運転が面白かったね。とにかくだかなんか安心してなんかちょっと会話できた感じでしたね、なんかね、うん、フィールド入るときちょっとね不整地入ってみましたけど、なんか全然そこも不安がなかったですね。やりたいことだけやって、別に寝たきゃ寝ればいいし、飲みたきゃ飲めばいいし、本当に自分の素に戻ろうとできる時間。自然と遊ぶことに限らずなんでしょうけど、外に向けてこう使ってる力とか能力とかエネルギーっていうのを、それらが全部自分の動力に戻ってきて、自分のこの存在のためにこう使うみたいなね、そういった意味でだから遊びっていうのはなんかすごい力を持ってる感じがしますけどね。なんかやめる理由ってあるんですかね。飽きたな。